はい、どぶれです。今回ですね、こちらの絆決戦 VS ヤマトの、方をね、ちょっと攻略していこうかなということでやっていくんですけど、まあ、今回は全属性一編成攻略ということで編成考えてきましたので、ぜひとも参考にしてみてください。編成はこんな感じですね。この編成で全属性回っていきます。で、フレンド船長をカイドウにしていることで、コインだったりね、ボス、超ボスコインとかも、たくさんゲットできますので、まあ、個人的には一番おすすめだと思ってます。で、火力の方もね、一応試してみた感じしっかり出てくれているので、まあ、ぜひともね、参考にしていただけたら嬉しいなとは思ってます。まずは技属性編からやっていきましょう。まあそうですね。まあ、これタップして倒してもいいですし、一応カイドウのこのね、短周時ダメージっていう効果がありますので、これで倒しても問題ないですと。まあ、タップで削ってもいいですし、どちらでも大丈夫です。で、第2バトルキットですね。で、地属性ということで。で、最近思っていることなんですけど、まあ、絆決戦のその、まあ、詳細がね、一応出るんですけどね、公式のツイッターで。まあ、それはありがたいんですけど、できればですけど第2バトルの属性も教えてほしいよねっていうところですよね。で、最近ボス戦に火力を詰め込みすぎて、第2バトルで火力足りないみたいなのがね、結構あるので、できればね、属性を教えていただけると、まあそういう属性のキャラも入れたりだとかっていうのができますので、できれば教えてほしいですよね。まあでも、まあ一応、この編成でいけるということでやっていくんですけど、まずここはですね、まずはこちらの、アルベルですね。もうアルベルの必殺技を使っていきます。あ、ちょっと待てよ。アルベルの必殺技を使っていく、待てよ、必殺使っていく、あー、いや、この場合はもうあれですね、ここはもう火力重視でいきたいので、超火使ってワソットに変換させる。で、必殺使って、全員のスロットをワソットにしつつ、必殺短縮させていきます。で、ページ1の必殺使って船長効果無効を剥がしていきます。で、ここで3時の必殺使っていただいて初期値上げもしちゃいましょう。で、キットの必殺技も使って大丈夫です。これで攻撃上昇をかけていきましょうっていう形でやっていただければ、攻撃上昇もかかっていますので、ある程度火力は出てくれるのではないかなとは思ってます。まあ、ということでやっていくんですけど、まあ、タップ的にはまあ3時とか火力出ますし、アルベルとか、まあ、普通にカイドウとかが火力出るので、まあ、そこら辺を重視して倒していってみてください。いきましょう。よいしょ。まあ十分火力は出ますよね。はい、まあこんな感じでいけますよということで、まあ火力的にも、まあ問題なくいけるのではないかなと。で、まあ、残り1体があるので、それは、カイドウの船長効果の方で、短周時にダメージ与えれますので解除していくという感じですね。で、まあここではスロット影響をかけられてしまうという感じですね。で、一応、フレンド船長にドフラミンゴを入れてますので火山効果をかけれるようになっています。まあ最悪なくて、まあできれば入れてほしいですね。ドフラミンゴ、できればドフラミンゴは入れてほしいです。で、ここなんですけど、超火使いますよと。あ、超火じゃない、超入れ替え使いますと。で、あれですね、できればもうここカイドウとアルベル倒した方がいいかもしれないですね、第2バトルは。で、スロットがで、ね、ワソットになっていなくても、この EX 消化で、ね、ワソットに変換できますので、上段のスロットだけは。なので、第2バトルね、アルベルと、カイドウで倒すと、一番全員ワソットの状態でいけるんじゃないかなとは思ってます。で、ここでは、キットを使います。で、攻撃上昇をかけます。で、カイドウの必殺技使います。まあ、これで、被ダメージ上昇中に与えるダメージが上がる。で、EX 消化超火使うので、被ダメージ上昇かけれます。で、こちらの、ロビー&ジンベイの必殺技を使っていただいて、一定以上ダメージ圏が剥がすのと、まあ、基礎攻撃を上げたりだとかっていう形ですかね。で、まあ、必殺短縮もできますので、必殺巻き戻しが来ても大丈夫ですと。あ、必殺巻き戻しはないか。
もうないか。で、3時使って初期値上げしますと。うん。まあ、という形でやっていただければ十分火力は出るんじゃないかなとは思っていますので、まあ、技属性ということで、下のページ1とかキットが火力出しやすいかなっていう形ですので、まあ、こんな感じでやっていただければ十分火力は出てくれるのではないかなと思いますので、まあ、こんな感じでやってみてください。はい、ということで続いてはこちら、力属性編ですかね。やっていきましょう。で、ここ、先ほどね、技属性編の方なんですけど、一応ね、必殺制限回数っていうのがあるんですよ。ギミックの方で。なので、それを解除するために、カイドウの潜在能力の必殺制限回数耐性を解除っていう効果が必要なんですよね。で、レベル5まで上がっていないといけないので、技属性編だけはカイドウの、潜在能力、必殺制限回数の潜在能力がレベルマックスになってるやつを使ってください。じゃないと、ちょっと必殺が打てないということで、そこだけはお願いします。で、まあ、力属性編ということで、まあ、こちらも同じくですかね。まあ、こんな感じで単集順ダメージで倒していきましょう。で、ここね、ここがちょっと思ってたのと違った。一応雑魚キャラがいて、で、バリアが張ってあるっていうのがあったので、前のトレマみたいに例えば今回で言えば、ローだけ、バリアがあって、横のキャラたちはそんな、そういうバリアとかないよと。まあ、防御力アップしてるだけですよ、みたいな感じなのかなと思ったんですけど、まあ、それじゃなかったみたいで、全員、ちょっとね、バリアがついていたので、まあ、ちょっとね、バリア解除するキャラがいない場合は、ちょっと、パーフェクト3回取って、みたいなのはできないかなとは思ってます。で、まあ、一応、ここに関してはですね、まず3時の必殺技使うことでバリア破壊できますので、これでバリア破壊していきます。で、まあ、一応サポートにルフィを入れてると思うんですけど、ルフィを入れることで、このバリア貫通解除できますので、バリアをね、貫通できますので一応入れています。で、ここに関してはですね、キットを使います。ここでとりあえずキット一旦使います。ここでキットを使う。これで攻撃上昇をかけていきます。で、待ってよ、ちょっとギミックどんな感じだった。ギミックが、力属性編のギミックが、なるほどね、そういうことね。まあ、攻撃上昇をかけます。で、その後に、まあ、これでいいのかな。で、ロビアンド準備の入れ替え使ってスロットを次スロット変換させます。で、まあ、あとは大丈夫かな。これで一旦行ってみます。で、これ EX 超過も使っちゃっていいような気がしますね。これで EX 超過使っていただいて、まあ、これでいいような気がしますね。これで倒せるんじゃないかなと思っているんですけど、ちょっと火力足りない場合はちょっとまた考えないといけないかなっていう感じなんですけど、多分いけるような気がしますね。まあ、十分火力は出てくれているので、まあ大丈夫だと思いますね、これで。はい、まあ、こんな感じで行ってみてください。まあ、ちょっとね、ギミックが、曖昧だったんで。すいません。しびれ5ターン来てたと思うんですけど、しびれ5ターンに関しましては、ロビアンドジンベイにつけているバルトロメオと、ページ1につけているブラックマリアで5ターン分解除されています。まあ、結構ね、集めづらいとは思うんですけど、ちょっと使ってますと。で、ここで、あれですね。ドフラミンゴ使っていることで加算がかかってますよと。で、ここで、ロビアンドジンベイの必殺技を使いますと。まあ、そうすることって、ひさ短縮されるのと、まあ、ひさ巻き戻しが来ているので、それが解除されるのと、ダメージ軽減が解除されますよという感じですかね。で、ここで、もう、あれですかね、3時は使っちゃっていいかな。これ、初期値上げしますと。3時で初期値上げします。で、これはね、あれですかね、カイドウ使った方がいいかな。カイドウ使って、
スロット影響を上げる。あーでも力あいいのかな、うん、必殺技使って、スロット影響上げると。で、ワソップの、倍率も上がっていますし、いいかなという感じで。で、あの一つだけあれなんですけど、まあ、火ダメージ上昇これ上がっている理由なんですけど、これはですねカイドウの戦長効果の方でダメージ受けた時に火ダメージ上昇かかるようになっていますので、火ダメージ上昇かかっている感じですね。で、キット使って、攻撃上昇をかけていきます。で、これで攻撃上昇と、スロット影響とで、ドフラミンゴの方で加算がかかったので、こちらのアルベルの方であれですかね、チェーンケース増加量が上がるようになったのかな、はい、タップタイミングも増加量が上がるようになっていると。で、超過も使っちゃいますよという感じですね。で、あれですね、アレベルのスロットがもしワソットじゃないのであれば、先に超過を使っていただいて、ワソットにした後に膝を使っていただいて、全員のスロットをワソットにするっていう形でやっていきましょう。で、一応このね、カイドウが一応熱傷状態にできるんですよ、このワソットの状態でタップすることで。なのでこれどっちの方が火力出るのかなっていう感じなんですけど、ワスロットの状態でカイドウを先にタップしてあげて、その後に他のキャラをタップした方が火力出るのか、それとも普通にシンプルにカイドウをラストにした方が火力出るのかっていうのは分かんないので、まあ、そこはちょっと皆さんにお任せしようかなっていう感じですかね。まあそうですね、これに関してはロビー&ジンベイからの方がいいかな。ロビー&ジンベイでタップして、これで熱傷状態かけれます。まあそうすることで火力が出るっていう感じですかね。うん。で、短所陣ダメージで、倒していくという形でやっていこうかなと思ってます。まあ十分火力が出ると思いますので、まあどちらでもいいかなと。最後カイドウにしてもいいですし、最初からカイドウの方がいいのか、まあどちらかがまあいいんじゃないかなとは。で、熱傷することでね、ワスロットの倍率が上がるということで、まあこれがねどっちの方がいいのかっていうのが分かんないので、まあどちらでも十分火力出てくれるのではないかなとは思っています。はい、ということで続いては地属性編の方をやっていくんですけど、まあちょっととね、ここなんですが、まあ、一応その前に撮ったね、技属性と力属性編の時に、まあ、アルベルのところにちょっとねサポートの、カイドウを入れていなかったんですよ。まあ、なんで入れても入れなくてもどちらでもいいんですけど、うん、今回ちょっとね入れたパターンでちょっとやっていきたいんですけど、で、ここは必殺短縮は2ターン能力解放で回、その短縮できるようにしておいてください。まあこれ結構必須なので、そこは気をつけてください。うん。でないとちょっとキットの必殺短縮がされないので、そこだけは気をつけてください。で、技属性スロット変換で、カイドウの戦長効果で、ワソット変換されますよと。で、まあ、ダメージ軽減が5ターン来ているんですけど、まあ、それはこちらの、ページ1の方で解除していただいて、で、こっからが問題なんですけど、2パターンちょっとね、考えていまして、1パターン目が、ちょっと今回カイドウを入れた理由、このね、地属性編だけカイドウを入れた理由なんですけど、で、まあ、普通に力属性編、技属性編、カイドウ入れてても問題はないです。はい。問題ない。っていう形にはなっているんですけど、まあ、ここで、まあ、アルベルのね超過と必殺技を使いますと、うん、ここはね使わないといけないんですよね。で、これをすることで必殺することでこのカイドウの、効果発動されて、攻撃上昇とスロット影響を 1.5 倍にできるんですよ。これで、ちょっと火力を上げて倒すっていう方法なんですけど、でもこれもね、多分限界が来るとは思うんですよね。まあ、なんで最初の方これでもいいとは思うんですけど、もしちょっと火力足りなくなってきた場合はですけど、カイドウの、必殺技をもうここで使っちゃってください。うん。ここでカイドウの必殺技使ってもいいです。で、EX 超過でもいいです。はい。どちらでも構いません。どちらでもっていうか、どちらとも使っても構いません。で、その方が、一応第2バトル安心して攻略できるかなっていう、まあ、ところにはなっています。で、もしもうちょっと火力ボス戦に持っていきたい場合は、 EX 消化はボス戦で使うようにしていただくと、まあ、どちらでも構いません。はい。
で、いう形で、まあ、この2パターンですね。アルベルの必殺技と超過を使って倒していくパターン、まあ、カイドウの、そのサポートも使っての恋上昇とスロット影響上昇をかけて倒していくっていうパターンか、シンプルに、力属性カイドウの必殺技をは、もしくはその必殺技と超過を使う、うん、で火力を倒していく。まあカイドウの必殺と超過使うことで多分高レベルまで行ってもこの第2バトル倒せるような火力は全然出ると思いますので、そこに関しては問題ないんですけど、ちょっとアルベルの必殺技と、サポートのカイドウの火力で足りるかって言われるとちょっと微妙になってくる形にはなっています。まあ一応これで1回やってみますか。でボス戦で上段のソットを超邪魔ソット変換っていうのがありますので、その上段のソットがね、なので上段のキャラの必殺技は使えないよということで、まあそこだけは気をつけてください。まあなので、ページ1とキットの火力で倒していこうかなとは思っています。まあ一応これでねある程度火力は出ると思いますので、最初の方であれば全然これで攻略できていけるのではないかなと思いますので、まあぜひともこれでやっていただきたいなとは思っているんですけど、もしとねこの火力でも足りなくなってきた場合は、もうカイドウを、もう力属性カイドウの必殺技を使うようにしちゃってくださいっていう形でいきましょう。でまあ今回このパターンでやっていくんですけど、このパターンの場合はこちらドフラミンゴの、加算効果がかかります。で、ロビー&ジンベイの、超入れ替え使うのと、必殺技も使っちゃいましょう。まあ、これで基礎攻撃を上げつつ、コイグダウンとかも解除でき、いう感じですかね。で、バリアがありますので、こちらの、サンジの必殺技を使っていただいて、まあ、2ターン来る時もあるので、2ターン来た場合はもう1回必殺技を使っていただいて解除するっていう形でいきます。まあ、今は1ターン分しか来てないっていう形ですかね。で、ここでもカイドウの必殺技使って、EX 消化使ってっていう感じですね。はい。でもし、先ほどね、先にカイドウ、まあ、第2バトルでカイドウを使うってなった場合はキットの必殺を使っていただいて膝短縮されてもう一回膝を打つことができますので、攻撃上昇とスロット影響をかけた後に、ドフラミンゴの加算効果がかかっていますので、それでアルベルのこの効果を使えると、まあ、増加量が最大プラス 0.7 っていうのが、つきますので、まあ、その火力で倒していくという形で、まあ、やっていこうかなとは思っています。で、まあ、キットの必殺を使いますと。で、必殺短縮は、体力半分削る代わりにもう一回必殺打つことができるっていう感じなんですけど、本当は属性相性強化もかけたかったんですけど、威圧がありますので、かけずにいきますという形で、まあ、あとはこの形で、まあ、カイドウの火力で倒していくっていう形でやっていこうかなとは思っています。よいしょ。まあ、十分火力が出るかなとは。まあ、どちらでも構いませんと。はい。まあ、火力出るのはこのパターンの方が火力はボス戦で出しやすいかなとは思うんですけど、まあ、第2バトルの火力足りなくなってきたよってなった場合は、カイドウの必殺を使って乗り切っていただきたいなとは思ってます。まあ、ということで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。